こんにちは、ウエンです。今日は土用の丑ということで、皆さんもご存知のあれを食べていこうと思います。うなぎにタレをかけていただきたいと思います。いただきます。
ということで、うなぎご飯1杯目、暑くて汗だらだらにかきながらも無事完食しました。ごちそうさまでした。ということで、残り半分のご飯うなぎについてはまた次回ご紹介したいと思いますので、楽しみにしていただきたいと思います。以上、土曜のうちにちなんで、うなぎご飯を食べるという動画第1回にお届けしました。ご視聴ありがとうございました。